タスクた <laughs> 楽しみ楽しみすぎて靴履いてくるの忘れた <laughs> 足の裏に小石が刺さっていて <laughs> ダメださっきから心の声がダダ漏れになってしまっているこりゃはたから見たら完全なる不審者<笑><笑>あってあなんだ急に自分でもびっくりするぐらいに落ち着いたものすごく楽しみにしていた予定があったのにいざ当日の朝になったらなんか違う感じになるあの現象が珍しいタイミングで来たのか怖っえ怖っってへあもった戻ったう,もう二度 私、飲まないからな。バン。ブーン。あのーあ、はい、タカちゃんさんですかはい、そうですが、どちら様でしょうかああ、よか。

<laughs> 私ねマッチングアプリで知り合った人の中でこんなにも気が合う人初めてだったから実際に会って幻滅されないかすごく不安だったんだよ正直なところ第一印象どう本当正直な感想教えていや実際ラ・フランスと星書きくらい写真のイメージと違う人来ちゃったけどでもまあ確かに昨日まで連絡取ってて楽しかったし気が合っていたのは事実人間見た目じゃないよなよしイメージ通りの人で安心したよっていうこれからもっともっとマーチンのこと知りたいと思ったよよし合格え あ,あ、騙しててごめんなさい実は私マーチンじゃないのええど,どういうことですかまあ、簡単に言うとあなたが人を見た目で判断するような軽い男かどうかを確かめさせてもらったというわけ私写真と全然違ったでしょ今は年齢52だしいや別にそんなことはあもういいのとりあえずあなたは合格あなたみたいな男がまだこの時代に残ってたなんてね正直驚いてるわえあじゃあ,あの昨日まで連絡を取っていたマーチンは別にいるってことですかあ,あいないいないあれも私何これ夢全然わかんないあ,あいけないもうこんな時間そろそろ次の男 答えを時間になっちゃう。とりあえずあなたは合格よ。これからの人生、自信持って生きていきなさい。それじゃあ、ブーン。パッパウィーンあ、ほんとマッチの子だ。もう忘れてちょうだい。あれは私が作り上げた架空の人物だから。運転手さん、<え>とりあえず進んで、早く。<laughs> で、で、で、でめ、珍しいタイプの失敗したポポポポ。ポチッとポチッと、ポチッと、登録。ポチッと、ポチッ とポチッと登録タコスコマタスコクマいいえタスクコマ